あれか、到着したみたいだぞ。あそこに見えるやつじゃないか、メス洞窟。ほんとだ、なんとかたどり着いたわね。でもよかった、この地図は本物だったみたいね。今回の遺跡情報も俺たちが全部頂戴しちまおうぜ。それでジャンゴのやつに知らせてやればいいじゃねえか。彼らもそんなにバカじゃないわ。同業者なんだからほどほどにしなさいよ。そうか、僕みたいな偉大な音楽家がこんな洞窟を荒らして一生を終えるなんて、はあ、こんな悲劇があっていいのだろうか。またその話？私たちの仕事は遺物を発掘して闇市で売りさばくことだって最初に説明したはずよ。そうなんだけどさ、なんか遊んで暮らせるような楽な仕事はないかな。僕は美味しいものさえお腹いっぱい食べられればそれでいいんだ。まったく、本気で言ってるの？そんな仕事あるわけないでしょう。ただでさえあなたの食費が一番かさむのよ。食べた分しっかり働きなさいよ。ああああああ、落ち着けって。俺だってそんな楽な仕事があるならそうしたいぜ。だろう、アナは僕にだっていつも厳しすぎるぜ。フランスはよーく考えてみるぞ。一日中道端で演奏したって稼げる額ははした金程度だろ。俺たちと一緒にやってるから豪華な食事にありつけてるんだぜ。確かにお前さんの演奏のおかげでモンスターを眠らせてくれることは大いに助かっている。もし今回のことがうまくいったらたっぷり分け前をやるよ。あれ、僕は今音楽家として絶対に言われちゃいけないことを言われた気がするぞ。さあさあ、細かいことは気にせず行こうぜ。君らの未来に光はない。可憐なものを救う光、予言の木。はっ、時空を断つ光。これでみんなを守る。宝石じゃねえか、随分と高そうだな。なんだ、魔王。この異様な気配は。モンスターを沈める方法を探して。一体何の話？それが今リディアと一緒にこの近くの村に食材の調達に行ってきたんだけど、村の人たちが魔王が現れたって大騒ぎしてたの。なんだって、モンスターでもなく魔王。まさかあの時の男が魔王だなんて噂されているのか。何？レイデンが魔王だと？それはどうだろう。
ただのモンスターの変種かもしれないし、もしかしたらモンスターが目覚め出した原因かもしれない。ただ魔王が現れたのを直接目撃したという者もいるらしい。今から魔王を見た人たちに会いに行こうと思うの。テオも一緒に行こうよ。君らの未来に光はない。可憐なものを救う光、予言の木。はっ、時空を断つ光。俺がみんなを守る。ここにある遺物は渡さない。タイムディストーション。私には未来がそんな大したものではない。あなたたちがその魔王を目撃した方々ですか。そしてあなたがエリックさん。そうそう、俺がまさにその魔王を目撃したっていうエリックだ。こっちは仲間のアナとプランスワだ。いや、本当にびっくりしたぜ。だっていきなりとんでもなくでかい翼の怪物が現れたんだぜ。かなり大きな角も生えていて、本当に本の世界で見た魔王とそっくりだったよ。まったく、エリックもプランスワも大げさなんだから。ただ少し大きなモンスターが出ただけでしょ。そういうアナだって悲鳴上げて真っ先に逃げ出したじゃないか。わかったわかった、天下はよせって。お客様の前だぞ。それじゃああなたたちが見たのは魔王ではなく巨大なモンスターだったということですか。違うの、あれは絶対魔王さ。封印が解かれて姿を現したに違いない。エリックが赤い宝石を触ったら宝石にひびが入ってそこから現れたんだ。宝石？ブランスは何、たまたまタイミングよくその時現れただけさ。ちょっと待ってください、その宝石って何のことですか。やれやれ、まあ仕方ないか。悪いが、ここから先の話は情報量が必要だぜ。金が払えないんなら帰った帰った。情報量か。気前がいいじゃねえか、マイドアリー。でも、いくらなんでも上げすぎじゃない？
その情報に価値がなかったらどうするの？その心配はいらないさ。元が取れるのは約束するぜ。なぜ俺たちは超一流のトレジャーハンターだからな。トレジャーハンター？そうよ。隠された遺跡の遺物を発掘してそれを売るの。これがかなり儲かるのよ。つまりさっき話した宝石もまさにその遺跡で発見したのさ。宝石があった場所で例の魔王を見たんだよ。そうだな、見た目は大きな翼に角、かなりでかいってこと以外大した情報はあげられないな。もしかしたら喋ったりするかも。モンスターが喋るわけないでしょう。もしその魔王を捕まえようと企んでるのならその周辺の遺物も持ち帰った方がいいぜ。素人にはわからないと思うが、あれを闇市に流せばかなり儲けが出るぜ。それにしても奇跡って前にもそんなこと聞いたような気が。あっ、億万砂漠の鉱山みたいなところにいた変な二人組がそんなこと言ってたじゃない。億万砂漠、ああそいつらって銃を使う三つ編みの女とでかい大砲を持った間抜けそうなやつ。なんでそれを。ちゃんごのやつ、俺に騙されてわざわざ何にもない遺跡まで行ったのか。だから言ったじゃない、騙されやすいやつらをもてあそぶのはやめなさいよエリック。え、あの人たちと知り合いだったの？ああ、あいつらも同業者さ。からかうのに最適っていうか、俺はあいつらの甘えた考えが気に入らないんだよ。まあ俺の言ったその洞窟が遺跡であることに変わりはない。うまく遺物をかき集めれば情報量の何倍も稼げるかもしれないぜ。よし、今回は特別に俺たちが入った洞窟の入り口まで案内してやろう。ネス洞窟は入り口が多くて迷路みたいなところだから迷子にならないように気をつけろよ。君らの未来の光はな、可憐なものを救う光、予言の木。時空を断つ光、俺がみんなを守る。まあでもネス洞窟の場所も分かったし、よしとしよう。結局その魔王と言われているのがモンスターかどうか分からないままとはな。どうやら直接確認するしかないようだ。美少女の私が相手するわ。可憐なものを救う光、予言の木。はっ、あ、時空を断つ光。
がみんなを守る。まさかルイス、本当にルイスなのか。レイデン、ちょうどよかった。一体何がどうなってるんだ。なぜ俺がこんなところに。それはこっちが聞きたいことだ。お前はあの時あいつらに。あの時、そうか、封印が解けたのか。ちょっと待った。説明はなしかよ。一人でブツブツ話を進めるな。あと怖いからやたらと低い声で喋るのをやめてくれ。なんだと。お前まさか封印される前の記憶がないのか。封印？何のことだ。一体誰が俺を。あ、そうだ、思い出したぞ。得体の知れない奴らが、まさか俺の研究資料を盗むために俺を封印したのか。多分その研究員の奴らは侵略者たちとグルだったんだ。何、侵略者だと。そんな、俺たちは侵略者を追い出すためにずっと研究し続けていたんだぞ。どんな理由かわからないが、内部にも侵略者たちの仲間が潜んでいた。外部の侵略者たちとは対立していたようだ。しかも皇帝さえも侵略者側だったんだ。なんだと。じゃあみんな騙されてたってことか。デラヤン帝国そのものが奴らの巣窟だったってことか。いや待てよ、それじゃあ今はどうなってるんだ。悠々とこんな話していて大丈夫なのか。それは心配ない。全て俺が処理した。帝国が滅亡してからすでに10万年経っている。何、それはまた10万年だと。すでに10万年前に皇帝も帝国も内部の侵略者たちも全て終わった話さ。お前から得られる情報はなさそうだな。今後どうするかはお前の自由だ。俺はこれで行くぞ。おいレイデン、ちゃんと説明してくれないと。お、消えた。一体何なんだ。10万年だと。それじゃ結局フシの研究を成功させたのは俺だけじゃなかったのか。気
君らの未来に光はない。可憐なものを救う光、予言の木。はっ、光、俺がみんなを守る。魔法の力で、ああ、お仕置きよ。それにしても今さら自由って言われてもな、何しよう。余命わずかの体を不死にしたところ、10万年もの間封印され、目覚めたら別世界だった件についてとかいう本でも出したら売れるかな。一体この洞窟は何なんだ、どこに行けばいいんだ、めんどくさいな。可憐なものを救う光、予言の木。はっ、はっ、はっ、魔法の異物を発掘するだけでそんなに稼げるなんてね、もったいないじゃない。もっと前から知ってたら、これまでの遺跡みたいなところとかもっとよく探したのに。大した異物はあまりないだろう。惜しかったのはテティス山脈で見つけた紙くらいだ。あんなヘンテコな紙じゃなくて、どこかで見たボロボロの箱とか石とかがすごい額で売れたかもしれないじゃん。いくらなんでもそれは違うと思う。だからテオ、ここも遺跡らしいし、今からでもちゃんと探そうよ。さっき聞いてみたら宝石みたいなのもあったって言ってたし。でもどんなものが価値があるのかなんてわからないじゃないか。情報を持った異物なら私の力でわかるだろう。うまくできるかどうかわからないが。おお、リディアかっこいい、頼りになる。あの魔王ってやつを探さないの？昔から魔法の才能があったの？それにしても、なんで異物がそんなに高値で売れるんだろう。今の時代の異物といえば、俺が生きていた頃のものか。何、10万年前の技術は今の比にならないくらい優れていたのだから、当然といえば当然のことだな。10万年前の技術力が優れていた、今よりはるかに。当時の技術を見たら驚くだろう。
説明してやってもいいが、理解できないと思うぞ。理解できないだって？その優れた技術がなぜ現代まで伝わらなかったんだ？俺も正確に知っているわけじゃないが、おそらく文明と人類が消えるほどの事件があったのだろうと推測する。どんな事件がなぜ起こったのか、今の人類はどう生まれたのかとか聞くなよ。俺も知らないんだからな。だが現代の人類は長くても100年ほどの寿命のようだが、10万年前の平均寿命は500年もあった。何の理由かはわからないが、全く別の人類だと見るのが妥当だろう。聞けば聞くほどありえない話に思えてしまうけど、じゃあさっきの魔王っていうのもその時代に生きた人なのか？魔王か、童話じゃあるまいし、そんなもんが存在するわけないだろう。ホムンクルスの間違いだ。やっぱりそうなのか。君らの未来に光はない。それならモンスター、お前が言うホムンクルスというのは昔から存在していたのか？そういえば前に会ったサカラというドラゴンがそんな話をしてたな。モンスターが数百年を生きてきた自分より長い年月を生きた存在だって。そして巨大な根源のエネルギーを食べて生きる存在だとも言っていた。それはどういう意味かわかるか？ドライアンに会っても無事だったのか？ドライアン、それは何だ？戦いはしたが何もなかったぞ。そうか、お前が言うそのドラゴンをどうやって知ったのかはわからないが、そいつが言ったことは事実だ。ホムンクルスは
少なくとも10万年もの間存在しているのだからな。やっぱりそれじゃあその根源というのが何なのか、どこにあるのかも知っているのか。俺の推測が正しければ、その根源とやらはもしかすると、だがもしかすると思い当たるところがあるのか。まずそれがある位置は俺もわからない。探すことだって容易ではないだろう。すでに10万年も経っている。そうか。でもその根源とやらを探し出して破壊すれば、モンスターを眠らせることができるんだろう。理論通りならな。俺にとっては楽しい話ではないが、それにしても俺が過去に存在していた人物だということを認め始めているようだな。いい傾向だ。ブラッディに会うまでそのことは保留しているだけだ。会って確認すればわかるはずだろう。結局お前は俺の妄想でしかないってことかな。まあ気持ちはわかる。俺もまさか自我が二つになるとは想像すらしていなかった。俺だって初めはかなり戸惑った。美少女の私が相手するわ。尖っている。おそらくまだそんなに時間が経っていないのだろう。これが魔王を見た者たちの言っていた宝石なのか。何かの魔法道具のようだが、魔力は感じられない。効力が尽きたのかも。大丈夫、こんなに光ってたら間違いなく高値で売れるよ。そうだテオ、村に戻ったらこれを売って美味しいものでも食べてさ、少しは休もうよ。わかったわかった、お金が手に入ったらな。よく見るとかなり高級な封印石じゃないか。何を封印してたんだ。封印石？通常管理しにくい生命体を閉じ込めて管理するために作った道具だ。そういえばエリックの仲間が封印されていた魔王かもしれないと言っていたな。もしかすると本当に魔王でなくともかなり厄介な奴が封印されていたことは確かだろう。危険を感じた時は俺に体を明け渡すというのはどうだ。研究員ではあったが戦闘には結構自信がある。気持ち悪いこと言わないでくれ。冷たいな。行くぞ。
君を指す光。俺がみんなを守る。遺跡だと聞いていたが、ここにも大した情報はなさそうだな。モンスターを眠らせる手がかりが少しでも残っていればな。無理もないよ。もしかしたら10万年前の遺物たちなんだから。10万年前、モンスターを動かすその根源を何とかして探し出して破壊しないと。根源って、それはドラゴンが言っていた。うわぁ、でもリディア、ここ見て、すっごい大きな扉がある。もう開かない。洞窟の中に扉？絶対この中に宝物があるに違いないよ。出てきたというやつか。この高級封印石で封印するには小物すぎないか。あんなに大きいのに小物だって。エリックたちの言う通りなら、そろそろ魔王とやらが出てきてもいい頃だけど。今まで探しても出てこなかったんだから、もしかして他の場所に行っちゃったんじゃない？今まで魔王を探してる気配なんてなかったけど。難しすぎる。俺は方向音痴じゃないのに、この洞窟みたいなのが全くわからん。出口はどっちなんだ？くっそ、レイデンのやつ。出るなら俺も一緒に瞬間移動で連れて行ってくれてもいいだろう。行くぞ。予言の木。はっ！時空を断つ光。俺
俺がみんなを守る。人？魔王？あ、あれが魔王？エリックたちが言ってたの本当だったのね。うん。だが、あれはモンスターではない。むしろ。なんだお前たち、俺が魔王だって？ああ、そうか。そういう設定なのね。何？いいね。こりゃ面白そうだ。よし、魔王様になってやろう。数万年の眠りから覚めたこの魔王ルイスを、お前たちのようなお子ちゃまたちが止めることができるかな？ルイスだと？お前が本当に魔王なら、倒したらモンスターを眠らせることができるんだろう。愚かな人間ども、この魔王ルイスに立ち向かおう。魔法の力で、ああ、少し置きよ、せよ、やっ、はっ、せよ、100歳にすら達してない人間たちなのに結構やるじゃないか。さっきの攻撃しっくりといたんだぞ。確かに倒したはずじゃ。やはり不死とは面白い。本当にハラハラする。いつだって新鮮だ。もしかして今からものすごい数の冒険家が魔王を見に集まってきて、俺は危険な展開になったりするのか？一体何言ってるの？フシって本当なの？傷が全部回復してる。テオ、あいつはこれまで見てきたモンスターとは異なる。むしろ人間に近い。人間だって？でも人間には見えないよ。異種族とかじゃないのか？はっきりとは言えないが、異種族ではない。少し空白になっている部分があるが、人間の運命が見える。ああ、なぜあんな体なのかはわからないが、とにかく俺の知り合いのようだ。なんだと？魔王と知り合い？あいつは魔王なんかじゃない。完全に外れさ。俺が直接話そう。少しの間、お前の体を貸してくれないか？ダメだ！それはできない！俺の体で何をしでかすかわからないじゃないか！話すだけだ。どっちにしろ、俺はお前の体を強制的に持っていくことはできない。嫌なら断ってもいい。俺が本当にお前の妄想なのか確認する機会を失ってもいいならな。俺が話してみる。テオ。さあ、お前のやりたいように話してみろ。ありがたく使わせてもらおう。
モンスターを沈める方法を探して。ルイス、久しぶりだな。なんだ、この偉大なる魔王ルイス様にタメ口を聞くとは生意気な。一体いつから職業を魔王に変えたんだ。かの有名な不死研究所の変わり者ルイスさんよ。そうだ、不死研究所って、ちょっと待って、お前今の今まで魔王を倒しに来た正義の一行じゃなかったのか。なぜ俺のことを知っている。なーに、複雑な事情があってこんな姿になっちまってる。俺はエダンだ。エダン、なに、ホムンクルス研究所の変わり者か。そんな顔じゃなかったと思うが。変わり者はお前の方だろ。俺は普通の、はあ、まあいい。とにかくなぜそんな姿に。確かに失踪したとは聞いていたが。それはですね、営業秘密です。すまん。実はだな、俺が不死を成功させただろ。その副作用さ、俺はこんな姿になろうが何も変わりないさ。でも考えてみたら、なぜ俺だけが追求されてるんだ。お前もレイデンも不死を成功させたんじゃないか。それもまともな姿で。俺は不死なんかのためにこうなったんじゃない。侵略者たちを阻もうとしただけだ。お、侵略者。そういえばレイデンが自分が帝国を滅ぼしたって言ってたぞ。それに滅亡してから10万年が過ぎたって本当か。帝国が滅亡した理由が何なのかは俺も知らない。もともと俺がすべきことだった。失敗してしまったがな。だが帝国が滅亡したことと今は俺たちがいた頃の10万年後だというのは事実だ。でもお前は不死を成功させたのに、なぜこの前のことを何も覚えてないんだ。ああ、それは大した話じゃない。所属も知れない研究員たちに10万年の間封印されて今になって目覚めたってだけの話さ。どうだエダン、こんな姿だから本当に10万年後に復活した魔王みたいに見えるだろうな。あ、それで魔王ごっこをしているのか。まったくお前らしい発想だな。面白いじゃないか。世の中にはある程度仮想世界みたいなのが必要なんだ。実は魔王っていうのが実在するとか、持病で余命わずかの身が不死になるとかさ。そんなことはどうでもいい。お前の失踪の原因が封印だったなら、俺が死んだ後の話は全く知らないってことか。ん？何の話だ？エダン、一回死んだのか？なのにどうやって？それはいろいろ複雑な事情があってな。ずるいぞ、俺は全部喋ったのに。そんな、本当に俺の頭の中の声が幻聴でもなく過去に実在した人物だっただと。どうやったらそんなことができるんだ。お前は幽霊なのか。俺に取り付いているのか。言ったじゃないか、俺はお前の前世の次男エダンだ。
俺とお前は結局同じ存在、一つの魂を共有している。だからそんなわけのわからないことを言うのはやめろ。俺はお前のせいで幼い頃全てを失ったんだぞ。一体お前は何なんだ。そして俺は一体。なるほど、あいつらか。王国のファーストを暗殺したという奴らは、ドレイドのエリート様たちに知らせなければ。そして予言通りに現れた魔王の復活も。おかえりなさい。